ましたファウル。打ちました、取った、一塁送る、一塁アウト。7回が終わって2対2カープ同点に追いついています。これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは辰吉、これが3打席目になります。インコース引っ張った、ファウル、ワンナッシュから投げました、直球ストライク、インハイへ打った、センターの頭上、森笠下がった、越えた、辰吉初安打。バッターは9番堀、今日3打席目、打ったヒット、ボールは中継、堀今日初めてのヒットを放ちました。打順トップに帰って西岡、今度は右バッターボックス、打った、鈍い当たり、ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。セカンド掴みました、セーフ、一塁はセーフ、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。そしてバッターボックスはサブロー、今日4打席目、あと取れない、ボールは掴んでセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。そしてチャンスの場面で期待のできる福浦、これが4打席目になります。村本直球ストライク、低め打ちました、ボールを取った、掴んで送球、二塁アウト、一塁もアウト、ゲッツー。今日3回目の閉鎖でこの回を終えました。8回表が終了して2対2マリーンズ勝ち越しのチャンスを逃しました。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ソヨギ、これが3打席目になります。おお、高めわずかに外れた、おお、アウトサイドわずかに外れた、ノーストライク2ボール、インコースのボール右、ファーストキャンバスの後方、ボールを掴みました。ソヨギファーストライナーに終わりました。真ん中に決まった、ストライク、ワンストライクノーボール、進化打ちました、サブロー両手を広げて取りました。バッターは2番前田、これが4打席目になります。ボール外れました、ワンボール、セカンド取ってファーストへ、一塁アウト。最後はセカンドゴロに倒れました。8回が終わって2対2現在同点です。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは DH ベニー、今日4打席目、打った、ショートのゴッドビー、二塁送る、マリーンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。バッターは5番フランコ、これが4打席目になります。さあ1球目、一塁へ一つ牽制球を送りました、一塁セーフ。さあ次の投球です、スクリュー外れたボール、フランコよく見ています、直球ストライク、アウトローへ、バットの先端掴んだ、セカンド二塁フォースアウト、バットを送り、アウト、ゲッツー。カープいい守備を見せました。右バッターボックスは6番今江、今日4打席目、スクリーン外れました、打ちました、これはヒットになります。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。右バッターボックスは7番里崎、これが4打席目になります。一塁牽制球を送ります、一塁はセーフ、ボール直球外れました、ボールカウント1ボール、アウト、スリーアウトになりました。一塁ランナー今江残塁に終わりました。9回の表が終了して2対2同点です。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番新井、赤一色のスタンドへ放り込むことができるか、低めボール球打った、あと取れない、一塁送球、一塁アウト、新井今日ここまで4打数ノーヒットです。これでワンアウト、ランナーはありません。今日2本のヒットを放っている島、スローカーブ決まってストライク。
ワンナッシュから第2球を投げた、打った、ヒット、ボールは中継、カープサヨナラのチャンスを迎えます。右バッターボックスは5番栗原、今日4打席目、打ちました、ショート取った、セカンドを送り、2塁アウト、アウト、ダブルプレー。今日2回目の併殺でこの回を終えました。9回の裏が終わって2対2、試合は延長に入ります。試合はこれから延長に入ります。先頭バッターは8番辰吉、これが4打席目になります。高橋マウンドを降りまして、横山今日3番手としてマウンドに上がります。内角直球ストライク。さあ次の投球です。打った、ボールを掴んだ、一塁送る、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスはラストバッター堀、今日4打席目、内側いっぱい決まってストライク。初球まずは入れてきました。遠藤打った、取った、ファーストへ、一塁アウト。打順は1番に返し西岡、今度は左バッターボックス、落ちる球を外れました、わずかに外、まっすぐ決まったストライク。スライダー打った、逃げていった、西岡今日初めてのヒットになりました。ここまで2安打のサブロー、一塁へ牽制球を送ります。セーフ、ゴー、インコース低め、わずかに外れた、ノーストライクワンボールです。一塁牽制、セーフ、もう一回一塁へ牽制球、セーフ、一塁はセーフ。ボールワンから投げました、直球ストライク、低め、第3球を投げました、外れた、ボール、サブロー集中しています。ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー2塁送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。フォーク打ちました、セカンドボールを取る、一塁送球、一塁アウト、二塁ランナー西岡残塁に終わりました。10回表が終了して2対2、現在同点です。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは6番山崎、これが4打席目になります。アウトサイド低め、ボール、シンカー、ボール、ノーツーから第3球を投げた、低め極めに球、ボール、アウトロー打った、ボールを取った、一塁アウト、ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは7番森笠、今日4打席目、打ちました、鈍い当たり、セカンド取りました。今日2本のヒットを放っているクラ、初球打った、ファーストへ送る、アウト、これで3アウト。最後はショートゴロに倒れました。延長10回の裏が終わって2対2、同点です。マリーンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番福浦、今日5打席目、あと取れない、掴んだ、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。ここまで2安打のベニー、スライダーはボール、フォーク打った、センターの頭の上、越えるか、ぐんぐん伸びていく、センター見送った、ホームラン、ソロホームラン、バックスクリーン右横に打ち込んだ、横山がっくりと肩を落とす、意地の一振りで勝ち越し。左バッターボックスは5番フランコ、これが5打席目になります。スライダー決まってストライク、内角低め打った、二塁へ、フランコ、これで今日は5打数の2安打、ワンアウトランナー一塁に変わります。今日2本のヒットを放っている今江、直球外れました、打ちました、詰まった、フランコ飛び出している、セカンド掴みました、一塁セーフ。バッターは7番里崎、今日5打席目、第1球を投げました、低め外れて、ボール、
一塁へ一つ牽制球を送りました。セーフ。落ちる球外れました。これも低めに外れました。打った、抜かれた、二塁送球。マリーンズ今日15本目のヒットを放ちました。ブランコ三塁ですと、ここでバッターボックスは辰吉。これが5打席目になります。打ちました。これはセカンドファーストへアウト、スリーアウトです。11回の表が終了して3回マリーンズ1点勝ち越しです。カープこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ソヨギ。ここはなんとか塁に出たいところ。打ちました、バットの先、ファールボール。ご注意くださいませ。打った、ボールを掴んだ、一塁送球、一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に戻って尾形、今日5打席目。シンカー決まってストライク。打った、ワンバウンド、二塁送る、二塁はセーフ。バッターランナー二塁ですと尾形ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁に変わります。さあ同点のチャンスにバッター前田、この後に控えているのは新井。初球すっと抜けました。打ちました、センターバック、センター後方ワンバウンドヒットになった。二塁へ、二塁ランナーホームイン。カープ土壇場で追いつきました。前田宇宙間へのタイムリーヒット。カープこれで2本ツーベースが続きました。シンカーボン、まずは外角ワンボール、直球ストライク、高め、速い球できました。打った、ライナー入間抜けた、センターからセカンドへ。新井ようやく初安打になります。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。今日3安打猛打賞の島、直球ストライク、外角高め、伸びのあるストレート。第2球を投げました、シンカー打った、ワンバウンド抜けた。さて本日のヒーローはなんといってもこの人、見事サヨナラ打を放った島。今たくさんのフラッシュの中でインタビューが行われています。ご覧いただきました一戦は広島東洋カープ対千葉ロッテマリーンズ4-3、カープサヨナラ勝ちで試合を決めています。実況担当川地直樹で広島市民球場からお伝えしました。